お手頃価格でお手軽に使える、こちら小型冷風機ご紹介します。お肌の乾燥防止にもなるので、冬も一年中使うことができる商品となっております。カムオケオドオケリアクションオケよーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。で今回紹介する商品、何ができるかと言いますと、扇風冷却加湿空気浄化を1台で賄えます。猛暑対策に最適なガジェットを紹介したいと思います。はい、ではこちらです。宅急便で届きました。おーおー、すごいすごいすごい、ダンボール付きの犬が発生しました。オープン。こんな形で入ってきました。こちらスプレークールマン卓上クーラー、はい、というわけでこちら早速、うるさいな、大好きだ。こちらです。かなり小さいですね。本体と USB の2つが入っておりました。取説は本当簡単な、もうこちらが本体となっております。とても軽いです。裏表、タイプ C のコンセントの穴、そして電源オンオフ。コンセントにこちらを差し込みまして、 USB をつなげます。はい、そして差し込み口がありますので、こちらにセットします。スイッチをオンにします。 81% と出ております。あ、風が回る。水入ってない状態でも扇風機のマークを押すと風が、距離的に言うとここでもかすかに風を感じますね。はい、そこまで音は気にならないです。お、あ、スイッチを押すことによって、これが1、そしてもう1回押すと2、そして3回、これが最大風速。風量が3段階調整することが可能です。弱のスイッチを押すと8時間、中運転が 5.5 時間、強運転が 4.5 時間持つことができます。ワット数も少ないので、かなり省電力で部屋を涼しくすることができます。あー、いいですね。いい風。電源オフはこの後ろのところ。電源が切れます。電源を切ったとしてもパーセンテージはついておりますね。いいところはですね、持ち運び用の取っ手がついているところ。で、中をここ開けると、なんか色々入っていますね。こういった形で、こちらの小型冷風機の仕組みなんですけども、ファンが回転することによって風を放出して部屋全体を涼しくすることができる扇風機とかクーラーをイメージしていただければよろしいかと思います。なんといってもです、この小さな見た目から4つの機能が備わっております。扇風機、冷却、加湿、空気浄化対応しております。まずですね、普通の扇風機にはない噴霧機能というものもついております。水が超音波で加工され、超微細ミストに変わります。それがですね、扇風機の風によって部屋全体に広がります。普通こういう扇風機は夏限定かと思いますが、お肌の乾燥防止にもなるので、冬も一年中使うことができる商品となっております。ちなみにこのミストはオン・オフ切り替えることができます。超シンプルなんですけども、この LED パネル、かなりですね、見やすいです。もう直感的にわかる仕組みになっております。ちなみにですね、こちら、氷も入れることができまして、氷を入れることによってですね、さらに冷却効果を増すことができます。段ボールの上に乗させていただきます。スイッチオン。こちらですね、この指防止のやつなんですけども、物理的に、こう上げたり、下げたりすること、さっき下がらない。上げて上にしたり、下の方に関してはこの丸い部分、滑り止め加工がされておりまして、少し押したとしても、ずれにくくなっております。まあ、好きな方向にもさっ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 とね、動かすことができるし、あとやっぱ軽いです。この二つ、この目みたいなところから、ミストが放出されるというわけですね。こう蓋開けます。あれですよ、氷を入れるやつ。氷。はい。いい感じに入りました。噴霧を押すと、うわ、見えますでしょうか。ちょっと見にくいと思うので、黒い布、はい、こういう感じです。お肌乾燥防止対策にもなるかと思います。これは確かにね、暑い夏は結構いいかと。ちょっと強めにしてみます。で、3、うー、これを上げると上に行きます。はい、こういう感じで、これ下げると下向く、で上、はい、下に下がった。こう手をめっちゃつけると手が水っぽくなりますね。
はい、というわけで説明書を読み込みました。ボタンがですね、ここ2つしかないんですけども、この2つをうまく使って、こちらが風量ボタンで、こちらが噴霧ボタンですね。まあミスト効果ですね。風量ボタンですね。ダブルクリックすると LED ランプが光るとのことです。なので、おお、ちょっと分かりづらいので、ちょっと電気を消します。はい、というわけで、どうでしょうか、 LED ランプ。おお、しゃれな感じがしますね。で、再度ダブルクリックすると、あ、消える、つく、消える。そして風量ボタンを長く押す、見てくださいよ。はい、首振り機能がついております。めっちゃ遅いけど、ちゃんと動いてますね。で、さらにこいつをダブルクリックして、ライトをつける、レベル3。ちなみにですね、この首振り機能なんですが、左右120度まで対応しております。あ、涼しい、あ、いいな。そしてミスト追加、はい、上げることができます。はい、こういう感じで上に上がり、常に LED ランプには今の状態を見ることができます。 93% でこの今横振り対応しておりまして、扇風機回ってます。ミストついております。この角度ルーパーというものなんですけども、これはもう指で物理的にこうですね、下げたり上げたりすることができます。ミスト効果を使いたい方はですね、チューブがありまして、ここ以下に水が下がってしまいますとミスト効果が出ません。この2つの穴からですね、まあ、先ほどのようにさーっと出す仕組みとなっております。そんなわけで、こちら扇風機と冷却、加湿、空気浄化、4つの機能を搭載した小型でかつお手軽な卓上冷風機、ささっと使うにはかなり持ち運びもできるので便利かと思います。いや、白のデザインいいね。はい、夏のですね、暑い日にはこちらですね、 LED ランプをついておりますので、かなりですね、大活用できるかと思います。で、こちらの冷風機なんですが、 Amazon さんで販売しておりまして、監督が今見た限りではですね、クーポン割引というものがありますので、興味がある方はですね、ぜひ概要欄にですね URL 貼っておりますのでご覧ください。はい、そんなわけでですね、今回は小型冷風機をご紹介していただきました。噴霧のミスト効果もあるので、値段的にもお安いのでおすすめかと思います。で、この監督ラボでは自分が大好きなものだったりガジェット等をですね紹介しております。興味がある方はぜひですね、監督ラボの動画チャンネル見てください。というわけで、また次の動画で会いましょう。小型卓上猛暑対策に、はい、というわけで、はい、ということで、はい、はい、という肌のお肌の防止、お肌か、ちょっとスタッフいる、スタッフ、はい、というわけで